the main character just got elected into European Parliament. Phidias, an infamous YouTube prankster, was just elected in the European Parliament for Cyprus. Traveled across Japan for free video. How did he do it? By simply boarding trains and then running when the conductors tried to him. So I'm entering the train and I will find the toilet and go straight to the toilet. Here is the bathroom. I would just lock myself the whole time in the bathroom. He was just waiting to catch me. So the only thing I could do is to pretend that I'm sick. When I sat down, he released me and immediately I started running. Definitely getting in trouble here. 日本を襲った迷惑配信者、EU 議員に当選してしまう。こんにちは皆さん。ショッキングエリートです。わお。あの名誉配信者が欧州の議員に当選してしまいました。皆さん覚えてますかね。数年前に日本に来て新幹線やバスに無賃乗車して日本縦断をするという趣旨の動画をアップしていた。ヨーロッパはキプロス出身の迷惑系配信者フィディアス。彼はその後も迷惑行為を続け話題になり、今では YouTube 登録者260万人を超えるいわゆる大物配信者なのですが、彼が最近行われた EU 議員選挙でなんと国内3位になり当選してしまい、物議を醸しているようで、僕も今ヨーロッパに住んでるんですが、この件は EU 内でも話題になってますね。それでは事の概要と現地の声をキプロスの美しい風景と一緒に紐解いていきましょう。それではどうぞ。フィディアスの政界進出はキプロスの政治における新たな進化か、それともという記事ですね。物議を醸す人物が最近欧州議会へ当選したことが話題になっている。24歳のインフルエンサーフィディアスが先日のキプロス選挙で投票率 19.4% を獲得し、民主主義政党とマルクス共産党に次いで3位となり EU 議会の議席を獲得した。この勝利はヨーロッパ全体の政治情勢に大きな変化をもたらし、現代社会におけるソーシャルメディアパーソナリティの影響力の大きさを示している。しかし彼の当選はこのような政治に全く関わってこなかった人物がこれからの政治に与える影響について疑念を提起している。キプロスの人口は120万人と言われるほどの小さな国ですから、彼の YouTube のみでの登録者でもその2倍以上いるということで、その時点で勝機はかなりあったようですね。でも調べによると多くの票が政治に関心のない若者から集められたものだと言われていて話題になっています。彼に票を入れたかったからではなく、今までの政治家を追い出したかった、そしてこの選挙をエンタメだと思って入れたという若者も多かったとか。ちなみに超右翼の政党は4位でした。 TV will ask me for money. Okay, he didn't ask for any money. I think in Japan, people pay when they go out of the bus. It's time to go down, so hopefully he doesn't ask me to pay. Get off? Yes. 680, yeah. Police. No. I don't know what he's saying. I think I got in trouble, guys. I couldn't believe it. He locked me in the bus and drove me to the police station just because I was ATM short. In the police station, they started interrogating me and they took my phone away, so I couldn't film anything. Bye-bye. Thank you. Oh my god, guys. I spent the last 5 hours with the police.And after they got bored of me for 5 hours, they paid for my thing. All this story we're talking about 20 cents. So the police already knows me, so I'm going to... ギリシャ正教会の司祭の息子であるフィディアスは、TikTok や YouTube などのプラットフォームでキャリアを築き、魅力的なコンテンツとカリスマ的な性格で数十万人のフォロワーを獲得した。彼の YouTube チャンネルは2019年以降260万人以上の登録者を集め、イーロン・マスクとハグをするというミッションのような動画で彼を世界的な名声に押し上げた。彼は選挙前次のように残していた。私は今まで人生で一度も投票したことがありません。しかしもし私が投票せずに政治に関心を持たなければ、今政界にはびこっているオタクたちが権力を握ることになる。これに我慢ができなかったんです。彼が EU 議会への出馬を決めたことは、政治についてほとんど知らないと率直に認めたことから多くの人にとって驚きだった。これ結構衝撃的じゃないですか。彼の街中演説でも、僕には政治的知識は何もないけど、キプロスのこれからを変えていきたいというような発言をしていたようで、それを面白いと思った若者たちが投票したという説が濃厚なようですね。
僕にはキプロス人の友達は何人かいますが、特に保守派の人たちが怒っているようですね。日本は人口が多いのでこんなことにはなってませんが、彼の立候補に論争がなかったわけではない。彼が日本で違法な方法を使い日本横断を企んでいた動画は記憶にも新しいだろう。保守派の人々はこのことを挙げ、彼に投票するなと呼びかけたが、彼に投票した人々のほとんどが今の現状を変えたいと思っている若者たちであることから、この呼びかけは効果がなかったようだ。あの件はかなり国際的に取り上げられましたが、皆さん忘れてるんでしょうか？僕はしっかり覚えてますし、彼に出会ったら絶対に問い詰めたいと思うほどまだ憎いですが、彼らが選ばれたことに日本の政治家たちはコメントしてるんでしょうか？詳しい人を教えてっぴ。配信者が政治に関与することは諸刃の剣だと言われている。伝統的な政治制度から切り離されていると感じる若い層の政治関与を高めることにつながる可能性がある一方で、重大なリスクもある。彼のようなインフルエンサーには従来の政治家のような経験や専門知識が欠けていることが多く、複雑な問題に対する解決策が単純化されすぎてしまう可能性もある。しかし彼の当選は画期的な出来事であり、キプロスに変化をもたらすだろう。この出来事はデジタル時代において政治権力は思いもよらないところから生まれる可能性があり、民主主義にチャンスと大きな課題の両方をもたらすということを我々に教えてくれる。最後に彼は地元テレビ局のインタビューに応じ、私たちは奇跡を起こしたと語った。時事を占められてますね。それでは現地の声いくつか紹介していきますね。 He already knows how to make lots of money by being a burden to the rest of the society. He'll fit right inGuide to ruining relationships with Japan and probably Asia. I'm a Cypriot. The dude got around 70,000 votes and was first place in terms of individual voting. His party was third place. But it is important to realize that most of the votes are not from the young Cypriot subscribers, but instead, they are a form of protest against our corrupt politicians. As somebody from Cyprus, this is great.All parties were making fun of him, but now he got elected and took away a spot from one of the main two political parties. He also berated all politicians in his speech, saying they never do anything, etc. He has also said in the past he'll snitch on all of them and tell everybody what happens behind closed doors. This should at least be entertaining going forward. The last 50 years have really demonstrated that voting must be a responsibility, not a privilege.皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターフォローしていただけるととっても喜びますんで、よろしくお願いします。それでは一日。ユーザーネームビューブルーオスズメさんからのお便りですね。質問ありがとうございます。質問です。はい。英語圏での生活が長いとやっぱり急な日本語に反応できませんか？僕はバイト先で日本人だと思っていた女性、かっこ韓国の方だったに Sold out? って聞かれた時にテンパって神妙な顔で Yes としか答えられませんでした。かわいい。そうですね、とっさに言われてもん?ってなっちゃうと思います。今でさえカンペ見ながら話してますけど、日本語で長い話をしたり日常会話をすると、その日本語でも英語っぽい文脈になっちゃうんで、多分皆さんが僕と話すと、多分皆さんと会って実際に僕と日本語で話すと混乱しちゃう人が多いと思います。だからライブ配信心配なんだよな。みたらし3902みたらし団子大好きさんからのお便りですね。質問ありがとうございます。質問です。すべての動画を拝見できているわけではないので質問が被っているかもしれませんが、ポーランドでおすすめのアーティストはいますか？英語圏以外の歌詞を知る機会がなかなかないのでぜひ教えてください。よろしくお願いしますと。めっちゃ丁寧。この質問は初めてなのでご心配無用ですよ。僕もほぼアメリカのラッパーとかしか聞きませんが、僕がポーランドのアーティストです大好きなのはビタミナっていうバンドですね。おしゃれで優しいラップといった感じで、全く歌詞が理解できませんが僕は大好きです。ぜひ聞いてみて。この質問者さんたちのように質問というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも質問応援サポートありがとうございます。こんにちは皆さん。ショッキングエリタです。ワオワオ皆さん覚えてますかね。皆さん覚えてますかね。ヨーロッパキプロス、今では YouTube、キプロスの政治における
そして選挙をエンタメだと思って入れたという人もちらほら、数十万人のフォロワーを獲得。260万人、今政界にはびこっているオタクたちが権力を握ることとに、彼が EU 議会への出馬を見、街中演説中でも、ま、キプロス人の友達は僕は何人かいますが、保守派が特に怒っているようですね。彼に投票したこの呼びかけ、単純化されて、最後に彼は地元テレビ局のインタビューに対峙。それでは現地方へ少し紹介して、このチャンネルでは欧米のマジかっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、概要欄から。